せーの、こぶしファクトリーです。先日発表がありました通り、私たちこぶしファクトリーは3月30日の東京ドームシティホールでのコンサートをもってグループ活動を終了し解散することになりました。突然の発表で驚かせてしまったことと思います。申し訳ありません。そして解散後のそれぞれの活動についてですが、私広瀬彩香は解散した後ハロープロジェクトを卒業し音楽大学に進学しソロで音楽活動を行っていきます。私野村みなみはハロープロジェクトを卒業しお芝居を中心に芸能活動を続けていけたらと思っています。いろいろなことに興味を持って挑戦していきたいです。私浜浦彩乃はハロープロジェクトを卒業し今までの活動で興味を持ったモデルや女優のお仕事、そして今までの活動を通して身につけた歌やダンスを続けていければと思っています。これからも応援よろしくお願いします。私和田桜子はこぶしファクトリーの解散とともに芸能界を引退します。その後はこういろんな人生経験を積んでいければいいなと思います。そしてメンバーのみんなの活動も私も陰ながら応援させていただきます。私稲上玲は引き続きハロープロジェクトに残り活動していきますので、これからも応援よろしくお願いします。そして3月4日にはラストシングル青春の花スタートラインのリリースも決定しています。残り約2ヶ月半という短い時間ではありますが、なるべく多くの方に会いに行けるように、そしてたくさんの感謝を返していけるように5人で精一杯頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上こぶしファクトリーでした。モーニング娘。トゥーゼロの羽賀茜と森戸千咲です。ハロステはハロープロジェクトの最新情報やメンバーのちょっとしたパーソナルの部分をお伝えしていく番組です。私たちと一緒に最後までお付き合いお願いします。お願いします。というわけで今日はね2人でお送りするんですけど、はい、あんまりテレビとかにね2人で出たことはないじゃない。はい、ないですね。2人はね、けど別に珍しい組み合わせってわけでもないよね、はい、そうだからね仲良しなんですけど、そんな2人でお届けしたいと思いますが、はい、森戸さんは、森戸さんはとかすごい片言で言ってましたけど、森戸千咲ちゃんはモーニング娘。の中で自分の役割ってどう思ってますか？おぉ、急に。急にね。役割ですよね。私は、はい、マイナスイオンのような存在っていうのに憧れてまして、うん、まあなんでかっていうと、マイナスイオンって癒されるし、うん、すごいリラックスできるしっていう、そういうようなマイナスイオンみたいな存在になりたいなっていう意味も込めて、そういう風に言っています、うん、なんかもうすでにマイナスイオンな感じはするけどね、はい、いや、しないです。するよ、多分。本当ですか？他のメンバーのことを、はい、なんか多分自分では意識してないかもしれないけど、うん、もうみんなは15期と同じぐらい癒されてるから、いやいや、あなたが15期に癒されてるのと同じぐらい私たちは地位に癒されてる部分があるので、うん、憧れというかもうそれは達成してますね。いや、もうそれは自信持って言っていいと思います。いや、恥ずかしいのであんまり大きい声では言わないんですけど、うん、そういう存在を目指してこれからも頑張っていきたいなと思います、うん、はい、じゃあ羽賀茜ちゃんは何かありますか？はい、やっぱり最近こうトークの部分で MC を任されたりっていう部分があるので、はい、うん、そういうのをトーク担当みたいなのを私も目指してでですね、結構そういうので任されてくることも増えたので、はい、もっともっとトークといえば私だよねって言っていただけるような風になったらいいなと思っています。いや、もうそれこそ達成できてますけど、うん、ありがとうございます。これからも頼っていきたいなと、はい、頑張ります。思ってます。ありがとうございます。はい、それじゃあそんな2人で今回のハロステお送りしていきます。さて、最近の私たちモーニング娘。20ですが、はい、1月22日に68枚目のシングルを発売となります、心&体ラブペディア人間関係のウェイウェイというトリプル A 面シングルになっているんですけど、はい、じゃあまず心&体っていう曲は大人っぽい曲で、こう15期が入ってきて、うん、こう明るい曲が来るのかなって、はい、一発目に来るんじゃないかってワクワクしてたんですけど、うん、まさかの大人っぽい、はい、ちょっと落ち着いた、うん、曲調の曲だったので、こう来たかっていう風に思っていて、うん、でも今までのモーニング娘。の曲でもあまりないような曲調になっているので、新しい曲調の私たちは楽しんでいただけるかなという風に思いますし、あと2曲、他の2曲、ラブペディアと人間関係ノーウェイウェイっていう曲は、はい、同じメロディーで歌詞とダンスが違うんですよね。そうです。なんか最初聞いた時どう思いました？いや、なんかとりあえずびっくりっていうか、うんうんうん、え、一緒じゃんみたいな、うん、
あ、そんな特殊なやり方もあるのかと思ったんですけど、うん、人間関係ノーウェイウェイのミュージックビデオ撮影はロケだったんですけど、はい、実はあの撮影私のソロシーンで締めているんですね、あの MV 撮影の1日を、うんうんうん、はい、だからそんなちょっと思い出のある MV なんじゃないかなと思いますね、はい、はい、なんか本当に新しいことに挑戦しているので、うん、聞いてくださる方の反応が本当に楽しみなあのシングルになっているんじゃないかなというふうに思います。それではここで私から、はい、クイズがあります。私、羽賀茜が森戸つたきちゃんに言われて印象的だった言葉があります。それはどんな言葉でしょうか。え、覚えてます？印象的だった、うん、印象的、すごく印象的でした。最近のことですか？2019年の夏頃の撮影の時の話ですね。夏影の時の話、はい、え、難しい。印象的だったことは、すごい、なんか今までそういうニュアンスのことは言われたことがあったんですけど、うん、その言い方は初めてだみたいな。お、あ、今まで言われたことなかった。なかった。その言い回しってこと？言い回しは言われたことがなかったからチーらしいなと思いましたね。わかりません。というわけで正解は VTR の後で。わかんない、 Love baby I
と応援してるよ。 VTR の前に出題した問題のおさらいです。私、羽賀茜が森戸千咲ちゃんに言われて印象的だった言葉があります。どんな言葉を言われたでしょうか。ということで、書けましたか。書けました。じゃあというわけで見せてもらいましょう。はい、回答をどうぞ。じゃん、チョコミントかけたらです。どういう状況それは。これはですね、まあ、説明しますと、はいはい、夏とさっき言って、うん、言っていたので、夏か、うん、じゃあ暑かったとしましょう、はい、暑いみたいな言ってたとします、うん、はい、で私たちチョコミントがすごく好きなんですよ。そうです。でスースーするのがすごく好きっていうのは、うん、もうメンバー周りのメンバーも本当に知っていることなので、うん、はい、まあ、チョコミントをかけたらって言ったかなみたいな感じで、確かにしました。ちーちゃんだったら言ってそうですね。それは言ってそうだけど違います。違いますね。というわけで正解を発表したいと思います、ね、はい、正解は足が歩いてきたでした。足が歩いてきた。そう、撮影の時に、はい、ショートパンツでヒールがある靴を履いていたら、はい、足が歩いてきたって言われて、今までこう足が長いねとかなら言われたことあったんですけど、はい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 、その言い回しは初めて言われたぞと思ってすごい印象的だったんですけど、覚えてますか。今それを言われて、うん、あの時のあの撮影のやつだって思い出しました。そう、いや本当に長かったんですよね。ありがとうございます。今まで長いなんてすごい思って、うん、ずっと見るたび長いな、うん、長いなって思って生きてきたんですけど、ね、本当にね、本当に長いんだよって思ってたんですけど、はい、その時は本当ショートパンツ、うん、もう割と短めで、うん、本当ヒールの効果もあり、はい、足長効果抜群で、もう体のほぼ足だったんですよ、はい、可愛いお顔と足しか見えないぐらいの本当勢いで、なるほど、足って感じだったので、はい、足歩いてきたって多分言ったかなみたいな思い出しました。ありがとうございます。そんな森戸千咲ちゃんはメンバーから言われて印象に残っていることとかってあったりしますか。そうですね、私は、うん、よく言われるのは、はい、最初に会った時とだいぶ印象が変わるねっていうのをよく言われるんですけど、うん、はい、まあ、羽賀茜ちゃんとは割とそのデビューも近くて、うん、はい、その時から緊張せずに喋っていたので、はい、なんかお互い緊張し合いながら話してたから、え、知ってた？え試合ながらなんかなんだろう、リハーサルの空気とかの、みたいな、そう、ちょっと初めましてみたいな、うんうん、それお互いそういう感じだったからなるほど、そう、なんかそういう関係で打ち解けられたから良かったんですけど、そうです、ね、先輩と話してる時の印象は確かに、先輩とかあんまり喋ってこなかった方と初めてお話しする機会があるとすると、うんうん、その時は本当に私一発目は喋れないので、はい、でだんだんこうその人と話すようになって仲良くなったとすると、うん、最初に会った時とだいぶ印象変わったわみたいなことをすごいよく言われるんですよ、うん、で2019年の後半、うん、下半期にも、はい、生田絵里奈さんからそれをすごく言われて、はい、もう森戸は本当に入った時と大違いだよみたいな風にすごく言われたので、うん、はい、あ、これはでもまあ良くも悪くもなんですけど、はい、私的には打ち解けられたっていう面ではすごく、うん、いい点だなって思いますし、はい、でも今後はもうなんて言うんですか、だいぶ年も重ねてきているので、はい、人見知りせずに、はい、ちゃんと最初から初対面の人でもちゃんとお話しできるようになったらいいなというふうに思っています。なんか私も見てて感じるんですけど、はい、まあ、なんか笑い方からちょっとよそよそしい照れ隠しみたいな、うん、みたいな笑い方なんですけど、はい、今もずっとって言って笑ってるから、あ、打ち解けられたんだなと思って、うん、そういうのはやっぱり感じますね。はい、そうなんです。というわけで今年2020年ですが、どんな1年にしていきたいですか。私は個人的には、はい、2020年で20歳になる年なので、あと1ヶ月ぐらいでそう迎えてしまうので、はい、やっぱりこうモーニング娘。自体も成人したメンバーがもう半分以上になるので、うん、ね、はい、先輩方に追いつけるぐらい精神年齢が負けないぐらいちゃんと大人な女性を目指していきたいなというふうに思います。私はですね、今年高校卒業するんですよ。やっとついに高校が卒業できるんですけど、2020年の目標としては、まあ、美容にもちょっと気を使いたいなと思って、うん、なんかこう肌が綺麗って言われることはあるんですけど、今油断してるときっと将来大変なことになるぞと最近思いまして、うん、今からしっかりとお手入れをしていきたいな。だから夏とかもね、日焼け止めを塗ったりとか、ちゃんと今からしたいなと
思いますので、2020年も頑張りたいと思います。いやもう今でもすごい綺麗なのに、いやいや、そんな気合を入れてやったらどうなってしまうのか、はい、あのこれからも私たちに楽しみにしていってほしいなというふうに思います。はい、ハロステこの後もまだまだ続きます。株式ファクトリーの野村みなみと椿ファクトリーの新沼希空です。はい、今日はですね、お料理をね習いに来ました、うん、この2人でやった、まあ、料理は私は結構普段からちょっとはやる方なんですけど、うん、最近はなんか家庭料理とかよりもパン作りとかがすごいハマってて、なのであんまり和食とか洋食とかそういうメイン料理は作らないので、ちょっと久しぶりな感じなんですけど、うん、キソラちゃんどうですか？私は二十歳になってから、うん、始めるようになって、うんうんうん、やっぱ料理できた方が女性としてすごく素敵だなと思うので、うんうんうん、今日は黒木先生に素敵な料理を教えてもらって得意料理にできるようにしたいなって思います。じゃあ頑張っていきたいと思います。頑張ります。どんなメニューなのか楽しみだね。黒木先生、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今回は何を教えていただけるんですか？はい、今回はじゃあ冬ったら、まあ、大根があれですからね。あ、旬だし、はいはい、大根を使って風呂吹き大根でも。おお、すごい、初めて作ります。うん、あ、そうなの？はい、めちゃめちゃ簡単なんだよ。へえ、いや本当に簡単なんだ。はい、頑張っていきます。はい、張り切っていきましょう。こうやってやるって書いてありました。どこに？使う材料はもう大根、はいはい、あとひき肉、鶏でも豚でもいいです。へー、はい、牛はやめた方がいいですけど。あ、そうなんだ。なんとなく、はい、なんとなく、あまり気にしないでください。かける味噌作る。何味噌ですか？これ信州味噌になるのかな。信州味噌、うん、白味噌じゃないね。信州味噌、信州、長野。お、よく知ってますね。すごい。これね、スイカ用の包丁なのよ、これ。スイカですか？本来、うん。あ、だってスイカみたいな音するもん。なえ？まさか皮を剥く。そのまさかです。なんかこの間もかぼちゃの皮を剥いた気がしないです。そうやってもらってんだ。あの時は俺さ、ほらもう頭骨神経麻痺っていうので手動かなかったから、俺こっちプランプランでしたね。それ皮を剥きます。はい、かつら剥きっぽくね、こう。わあ、わあ、うまい。さすがですね。そうですか。あざす。私こんな大きい重いね。家庭科の授業みたい。, 笑っちゃう。大丈夫、あんまり気にしないで。どうでもなるんで、後でゆっくり。あ、野村さんはうまいな、やっぱり。銀沼さんはあんまりやったことがない系の人ですね、これ。大根向かないですね。で、大根は私もあんま向かない。ピューラー使っちゃいます、ピューラー。そうだよね、普通ね。ピューラー。うん、あ、じゃあちょっと少しなんか違う気がするけど、なんかピーラーね。あ、やっぱり野村さんはやってきました。好きですっていうだけある、うん、最近やってないんですよ。パンばっかり作って。あ、そうなの？パン？パンすごいよね。パン作っちゃうわけなの？パンガール。すげえな。え、カレーパンとか作れるんですか？じゃあカレーパンも作れますけど。できました。お、なんか油っかしげかなと思ったけど、あ、できてますね。はい、OK です。面が少し才能あり。これぐらいの厚さに切ってください。はい。え、もう大体です。大体で。ええー。はい、そしたらここまでいったらこう面取りってすごい。何ですか？角を取るってこと？そうよく知ってるじゃないですか。あ、今日頭が冴えてどうかな。
そういうことです、そういうことです。こうか。そう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 、あんこんな繋がってないでもいいんで、そういう感じで。できた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 。あ、そうそうそう、はいはい、そうです、そうです、そういうことです、そういうことです。これ それをゆっくり、怪我しないように。これやったら何がいいんですか。確かに何も知らずにやってる。え、今なんてこれをしたら、はい、崩れにくくなるっていうか。ああ、まあ、そうなんだ。角のとこからボロンって壊れたり しやすいから、まあそんなに柔らかく湯がかなければ、そんなにこんなもん死ねでもいいやって話なんだけど、まあ一応2、3ミリ入れるような感覚でこう十字に包丁を入れてください。両面。そうそう、そうすると火の入りが良くなるんで。楽しいですね。うん、楽しいね。楽しいですか。はい、何よりですできました。はい、そしたらじゃあこのボウルに入れてください。でこれをとりあえず柔らかくなるまで茹でますので。はい、今日は二人ともあれだ、かかとが高くない靴だ。なんか久しぶりに見た、そういう普通の靴履いてくる女の子。今日高いんです。いや、みんなどうしたよそれっていうつっかけ履いてくるからさ、びっくりしたね、いつも俺。あ、そうなんですか。え、そんなに高いんですか。やべえわ。あ、でも確かに高い靴が流行ってますもん。あれ、あいつ時計やったんだから。ガスガス。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。いっぱいお皿ある。入ってんじゃんよこれ。あ、優しくてスッて、おー、うん、で見てこれ T ティファールの T ですよこれ。そのままの調子で頑張ってみよう。続いてはハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくハロステチャレンジ。今回私たちが挑戦するのはメンバー当てクイズです。はい、出題者がハロープロジェクトのあるメンバーから想像する漢字を一文字ずつ回答者に見せていきます。全部で5文字あります。想像力を働かせて答えてください。いや、難しそうですけど頑張りましょう。ね、初めてのチャレンジなので。はい、頑張ります。はい、メンバーの名前やグループ名に含まれている漢字は使わずに、エピソードやキャラクターにちなんだ字を探して相手を正解に導きましょう。ご覧いただいているあなたも私たちと一緒に考えてくださいね。ということで、どっちが先に出題するか決めたいと思います。じゃんけんで決めちゃいますか。じゃんけん、じゃあいくよ。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ私から出題しようと思います。わかりました。それでは、羽賀あかねちゃんの出題スタートです。それでは、一文字目、じゃん。え、花。かってこと。はい、わかんない。そして、二文字目。はい、じゃん。はい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 、頭がいいの。待って、誰だろう。続いて、三文字目、じゃらん。誰ですか、わかります。これはちょっとね、ちょっとわかるの。これはあんまり、いや、これは結構周りからのイメージってよりも割と独断と偏見みたいな部分はちょっとあるかもしれないですけど。難しい。はい、じゃあ続いて4文字目、ほーん。これはわかりやすいと思います。わかる。はい、はい、じゃあ最後です。5文字目、見よう。これでわかるかな。じゃん。はい、わかりました。わかったんじゃない。結構最後の2文字が結構大きかったんじゃないかなと思うんですけど、わかりましたか。わかりました。じゃあ正解をお願いします。ビヨーンズの小林ほのかちゃん。正解です。正解。正解。やった。大正解です。ありがとうございます。すごい。そうなんですよ、
ヨンズの小林ほのかちゃんのことを書かせていただいたんですけ ど、これは花っていうか、華奢の華で、すごいすごい華奢なお体をされていらっしゃる方じゃないですか、うんうん、だからこうこの感じにしたっていうのと、あと頭はブログを読んでいて、うん、あめちゃめちゃ頭がいいんだなっていうくらいの文章力で、うんうん、それ確かに音楽のこととかいっぱい書いてあるんですけど、ね、文章力がすごいので、うん、頭と書きました。さすがだよね。そしてこれはですね、単純に私がほのかちゃんのお尻がすごく好きっていう。あ、そうなんだ。そんなあの、うん、見た目でってことですか。うん、そう、見た目だから、見た目がすごく好きで、キュッとした感じの、あのゴーウエストの衣装を着ているほのかちゃんのお尻がすごく好きっていう私のイメージです。なるほどね。そしてまあ、はい、4文字目、音は音楽、これは大ヒントでしたね、はい、大ヒント音楽で、はい、最後の5文字目も、うん、ピアノ、鍵盤の鍵、ピアノのイメージがあるじゃないですか、だから鍵盤の鍵を書かせていただきました。というわけで正解は小林ほのかちゃんでした。すごい。それでは森田千咲ちゃんの出題スタート。じゃん。ああ、一枚目、はい、はい、じゃあ続いて、なんだ、じゃん。え？低い。そう、なんだろう、身長とかみたいな。いきます。はい、いきます、はい、いきますね。美しくて身長が低い。はい、じゃん、3枚目。黒い。これは何でしょう、うん、え、ちょっと待って。え、これはでもこれ、あー、めっちゃ綺麗、うん、え、何、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。急に来たなと思いまして、輝く、はい、え、なんだろう。いきますね、はい、最後。あ、最後わかるかな。じゃん。え、待って、わかる。え、わからん。化ける。え、化ける。化ける、何、待って、化ける、輝く、うん、黒、低い、美しい、うん、そうそうそう、私が、うん、もう一番最初にパッと思い浮かんだ人を言いますね、うん、はい、アンジュルムの上國料萌ちゃん。おー、え、違うかな。じゃあ正解に参りますね、はい、正解はじゃあジュースジュースの宮本かりんさんでした。なるほど、はい、確かに難しかったよね。黒髪を貫いてるイメージはある。ずっと黒髪、黒髪だから、はい、黒髪に。低いは身長がってことですか。そうそうそうです、そうです。低音とかね、あの、うん、それも迷うかなとか思ったんですけど、はい、はい、じゃあまず、はい、これは、はい、あの美しいも、あの、意味あるんですけど、はい、美しいっていうよりかは美容に詳しいので、うん、なるほど、美容っていう意味も兼ねて、はい、このやつを選びました、はい、美容ね。で、続いて2枚目は低い。これはまあ身長が割と低めだったので、そう、でもね、はい、そうなの。それこそさっきも言ってたように、上國料萌ちゃんと被るよなって思って、すごい、これは、まあ、まあ、わざと引っ掛けみたいな感じなんですよ、ここまでは。ここは、あの黒髪ね、はい、さっきも言いましたが、綺麗な黒髪、そう、ずっと黒髪なので、はい、イメージあるなと思って、うん、でもここもね、上國料萌ちゃんと一緒なんです。そう、そう、なんか低いっていうイメージと美しい、でも上國がパッと出てきちゃって、出ちゃう、はい、私もそう思った。で、これは、はい、もう本当にあのステージに立つと、はい、宮本さんもめちゃめちゃキラキラ輝いているなっていうふうに、はい、いつも思うので、はい、この字を選びました、うん、で、最後、これは、コスメに詳しいじゃないですか、はい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 、でそのコスメっていうのはもうカタカナだから、うん、どうしようかなって思った時に化粧品っていう風に思って、あ、まあ、ステージで化けるっていう面もありますけど、はい、うん、っていうよりかは私はあの化粧品の毛をイメージしてこの文字を書いたんですよ、はい、なるほど、はい、そういうことか。そうなんです。なるほど、なるほど。だからここがちょっと分かれ道だったのかなみたいな思って、はい、私あの神子は、うん、あのオーディションの時からの印象がすごく変わったのね。そうですね。で、こう本当にちーちゃんとは同じオーディションに参加してたから、うんうんうん、なんかそうなのかなと思って言ったけど違いました。そうでした。いや、でも確かに宮本さんって言われると宮本さんにしか聞こえなくなりますね。宮本さんでした。いや、難しかったですか。ね、でも面白かった。難しかったです。なんかでもこのイメージの人、うん、イメージした人の、連想する文字を考えるのもなかなか難しくて、はい、
でも面白かったです。考えることもなかなかないからね、はい、そうなんですよ。楽しかったけど楽しかったです。ハロステチャレンジ、今回はメンバー当てクイズに挑戦でした。お仕事いつもお疲れ様。ハロステ、そろそろお別れの時間になりました。最後にお知らせをお願いします。1月22日にモーニング娘 2.0 の68枚目のシングル心&体ラブペディア人間関係ノーウェイウェイが発売されます。発売までもう少しなので楽しみにしていてください。
そして今年も冬のハロープロジェクトのコンサートが絶賛開催中です。ハロープロジェクトメンバー総出演していますので遊びに来てください。そしてもう一つハロープロジェクトのメンバーが参加する新企画のお知らせです。題して君に伝えたい物語。この企画では感動する物語、涙する物語をご覧のあなたから大募集しています。応募の締め切りは1月25日、まだ間に合います。あなたの素敵な物語お待ちしています。詳しくはこちら。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のお相手はモーニング娘。20の羽賀茜と森戸千咲でした。さようなら。もっとハロプロを楽しもう。 YouTube をご覧の皆さんこんにちは。ビヨーンズの市岡玲奈と高瀬くるみです。皆さん、ハロープロジェクトのオフィシャルファンクラブはご存知ですか？オフィシャルファンクラブに入会すると嬉しい特典がたくさん。例えばコンサートに行きたいとき、ファンクラブ会員ならいち早くチケットの予約ができます。さらに開放や限定ウェブサイトなど、ファンクラブ会員だけが見られるオリジナルコンテンツが盛りだくさん。さらにさらに、会員の方だけが参加できるファンクラブ限定イベントや旅行、オリジナルグッズ通販など嬉しい特典がいっぱい。入会時にはオリジナルグッズと会員証のプレゼントも。まだまだここでは紹介しきれないハロープロジェクトのオフィシャルファンクラブ。興味があるけどよくわからない、手続きが難しそう、そんなあなたへ、ここからは会員種別と入会方法をご案内します。会員の種類は一般会員、ジュニア会員、スペシャル会員の3種類。一般会員は年齢制限がないのでどなたでも入会ができます。チケット先行受付や開放誌、番組観覧のご案内など様々な特典をお楽しみください。ジュニア会員は小学校6年生以下のファンの皆様が入会できて会費がとてもお得です。スペシャル会員は共通特典に加えてオリジナルグッズと交換が可能なポイントが貯まるハロープロジェクトカードをご利用いただけます。ポイントを貯めてスペシャルな特典と交換してください。さらにスペシャル会員として継続していただくとオリジナル継続特典もプレゼント。年に4回メンバーからのメッセージが入ったシーズングリーティングカードも届きます。入会方法も簡単。まずはハロプロ入会で検索。ハロープロジェクトオフィシャルファンクラブサイトの入会方法のページからお支払い方法を選んで新規入会に進んでください。ハロープロジェクトオフィシャルショップでも受け付けています。スペシャル会員はハロプロカードで検索。三井住友カードのオフィシャルホームページからハロープロジェクトカード、またはハロープロジェクトゴールドカードにお申し込みいただけます。ハロープロジェクトオフィシャルファンクラブに入会して、もっと